ありがとうごいちこれ、それでは今回なんですけども、消費税、増税、キャッシュレス決済、クレジットカードは還元額の差し引く値引きを実施ということで、今回は興味深いニュースがありましたので、それについてお伝えしていこうと思います。 早速そのニュースなんですけども、お題にもあった通り、今回はクレジットカードの5社が今後の消費税増税のキャッシュレス決済のポイント還元をめぐって還元額を差し引く値引きを実施することを発表いたしました。今回その5社というのがこちらですね。JCB、三井住友カード、クレディセゾン、UC カード、 三菱 UFJ ニコスの一部のクレジットカードということで、こちらの5社が5%、または2%の金額を請求額から差し引くということになります。まあ理由としたらポイントとして利用するより値引きの方が分かりやすいということでした。まあこれに関しては賛否両論あると思うんですけども、分かりやすいという面に関してはいいのかなと思います。けど、ポイントをコツコツ貯めていく方からすると、ちょっと残念なニュースになりそうな気がしますね。 まあこれに関連して少し前のニュースでもあったんですけども、コンビニ大手の3社、こちらのセブンイレブンファミリーマートローソン、これらも消費税増税2%分も値引きするという発表もありました。 ま、このポイント還元策っていうのは2020年の6月までということになってますのでこれまでの間にいかにキャッシュレスを普及させていくかっていうのはま、かなり国と企業さんも本当に力を入れてきてますね。まあ、せっかくなのでこちらを見ていただきたいんですけどもキャッシュレス消費者還元事業における主要な決済事業者ということでこれは8月19日時点の資料ですが8月の下旬時点で登録決済事業者は775社そして加盟店の登録申請は43 3万件ということでした。まあ見ていただくと分かる通り、僕の動画でも発信している QR コード決済はほとんど入ってますね。まあ LINEPay や PayPay ペペ、あとは楽天ペイなどということで、まあもちろんこの資料では出ていませんが、他のペイサービスもあります。まああとは、クレジットカードや交通系電子まで、先ほどもお伝えしたコンビニや、あとは Yahoo や楽天 Amazon などの EC サイトも登録されていますね。 まあそんなこんなで今回はクレジットカードが増税後5%または2%の値引きをするということについて取り上げました。まあここまで通して言えるのはややこしいなということもあるんですけども、スマホ決済を含めて、 キャッシュレスを少しずつ理解することでちょっとしたお得な情報などが今後もかなり生活に必要なスキルとなると思います。まあなので僕の動画でも引き続きキャッシュレスに関する些細な情報も含めて発信していきます。まあぜひですね、このポイント還元や値引きに関する意見などがあれば下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。